かっこいいリンゴマークを阻害しない便利なスマホリングがあったらいいのにと思っている、そんなあなたにこの動画をお届けします。はい、どうもマジノーです。今日はですね、2023年個人的おすすめ最強のスマホリングをご紹介します。今年僕が最強だと思っているスマホリングがこちらです。アンドビルから出てますスマホリングです。はい、1番はダブルマグネットなんですよ。ダブルマグネット、それが今回の一番の使いどころの良さです。はい、ちょっと前にね、ラミコールから出てた、スマホリングっていうのがすごい流行ってたと思うんですよ。なんかくるくる回るっていうね、360度回りますっていうやつなんですけど、それをまあ搭載しつつ、それプラスアルファでいいっていうところが、まあこのアンドビルのスマホリングのいいところです。角度90度まで曲がりますと、かつここの360度くるくる回るというところ、これはねラミコールと同じ仕様なんですが、ダブルマグネット、じゃあ早速ねつけていきましょう。はい、でこれつけるとまあこんな感じですと。いいね、ちょうどリンゴマークをすごい阻害しなくていい感じです。はい、これかっこいいね。これが好きなんですよ、僕は。多分結構いると思うんですよね。せっかく iPhone 買ったんだから、このリンゴマーク見せたいっていう人結構いると思うんですけど、リンゴマークはしっかり見せたい人です。はい。で、くるくる回るんで、この角度調整すごいうまくいきますというとこですね。じゃあこれがくるっといって、こうやってやっても、すごい使いやすい。まあ、人差し指の人が多いのかな。うん、人差し指が一番フィットするかも。まあもちろんこれでスタンドにもなります。うん。でさっき言ってたダブルマグネット。これがすごい。まあサンプル映像こちらなんですけど、はい、どうですかね。まあ使い方としてはね、壁とか、まあキッチンとか結構多いのかな、キッチンとかお風呂場とか、まあ壁が磁石になってるっていうところに、あと冷蔵庫とかね、カチッとくっつくんですよ。カチッとくっつきまして、まあ、だからね、料理動画、まあ、見ながら料理作れたり、まあ、お風呂でね、まあ、結構お風呂でスマホ見るっていう人も多いと思うんですけど、スマホの置き場所って結構困ると思うんですけどね。まあ、まあ、もしくは専用のホルダー買ってとか、まあ、いいと思うんですけど、それそのままペタって、こんな感じで貼り付ければいいんで、非常に楽です。はい。結構ね、これ気に入ってて、なんか何でもかんでもとりあえずくっつけちゃうんだけど、ちょっと冷蔵庫開けて、なんか、この携帯見てて、こう、うろうろしてて、飲み物飲みたいなとかっていう時で、冷蔵庫ポチって貼っといて、で、まあ飲み物やったりね、いろいろなんかね、こう、とりあえず置き場所に困ったら貼っつけるっていうことができるんで、非常に便利でございます。ジムでもすごいよくてね、ジムの器具にくっつくんですよ、ガチッと。ガチッとくっつきまして、非常にそれがね、いい。ジムのトレーニング動画とかを見ながら、実際にこう、トレーニングできるんで、ね、すごいやりやすいじゃん。まあ、外とか行った時も、これ結構車の中一部にくっついたりね。まあね、この見た目のかっこよさと、まあ、そのマグネットでくっつくっていう、この2つが、まあ、2023年、まあ、見た目部門も含めて最強なんじゃないかなと思います。まあ、いろいろ、いろんなね、なんか、Apple Watch 充電できるだとか、なんかそういった機能付きなものとはまたちょっとジャンルが違うと思うんだけど、スマホリングはつけたいけどリンゴマークも出したいっていう結構わがままな人にとってはね、お好みなんじゃないかなと思います。結構黒でね、シックでかっこいいって。というところで、今回ですね、この両面マグネットのアンドビルのスマホリング、かっこいいし非常に便利っていうところで、個人的に押させていただきたい2023年の最強スマホリングだと思いますので、概要欄にリンクの方は貼っておきますので、ぜひ興味持たれた方は Amazon の方で見てみてください。値段もね、ちょっと高いから、スマホリングにしては3599円でちょっと高いんですけど。はい。てなわけで、個人的にはこの2023年アンドビルスマホリング押させていただきたいと思いますんで、はい、こちらアンドビルのスマホリングホルダー、よかったら使ってみてください。ではまた。かっこいいな。かっこいいよね。かっこいい。うん。